またあの夢か。俺は毎晩うなされている。しかし公園にいたやつが食べていたものは一体何だったんだ。どんだけ調べても調べても見つからない。結局今日も見つからなかったか。寝よう。おはようございます。おはようございます。今日も一日楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。兄のケンです。弟のユージです。この前の話題作はね、まさかの復活です。こちらだー。まさかだったね。本当に、いや僕たち本当はサクサクチキンを買おうと思ったら、そう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 、いやまさかの売り切れで、けどこう上を見た時にこれ復活してるみたいな。そうなんですよ。で僕らね、あの時これ食べてないんですよ。そう、こんな早くにまた食べられるとは思いませんでしたわ。いや本当に結構本当に美味しいってみんな言ってたから本当に食べたかったんだけど、まあ、めっちゃ本当に言うな。やべえ。いや本当に食べたいの。僕らみたいにね、まだ食べてないっていう皆さん必見でございます。早速食べちゃいます。これですよ。これどんな感じ。もうね、これわかるかな、こんな感じです。すごい ね、 なんかソースが、ソースがね、こうや、そう、これハンバーグのね。あーなるほどね。これはだってすっごい話題になってたもんね。だって美味しそう。うーん、あ、おいしい。すっげーケンタッキーって感じがしないんだけど、うん、名の通り、うん、ハンバーグを、うん、入れたって感じ、うんうん、なんか手作りの柔らかいハンバーグを手骨ハンバーグ食べてるみたいな、うん、あ、これは美味しいわ。え、僕ね、以前あのケンタッキーでアルバイトしたことがあるんですよ。なんかね、軽く今頭の中パニックってるこれ、ケンタって思う、うん、でもそうだね、やっぱり一番はもうこのハンバーグだね、うん、明らかに違う。味はもうほんとね、デミグラスソースの味が、ね、うん、しっかりしてて、で、マヨネーズも入ってるから。そうそう、このマヨネーズいいアクセントになってる、うん、これ。これはね、確かに好きっていう人はいっぱいいるね、うん、で予想外だね、本当にケンタからのっていう、うん、しかもまたこの小ぶり加減が、うん、結構あっさりもうすぐパクっていけちゃうね。いけるね。ケンタすごいわ。チキンだけじゃないっていうところがすごいね、本当だよね。で、なんかこれはあの店員さんに聞いたところ、うん、いつまでやってんのかって言ったら、うん、今月中まではやってるんだけど数量限定らしいから、それがなくなり次第終わりって言ってた。なるほどね。まあ、またすぐ売れるでしょうね、これ、うん、いただきます。いただきます。はい、ということでケンタッキーごちそうさまです。ごちそうさまです。めちゃめちゃうまい。いや、ほんとね、これはもう食べてない人はもう今もうすぐ行くしかない。そう、今月中までということでね、早めに皆さん行かれてみてはどうでしょうか。はい、はい、ということでまたの投稿見てください。 See you。この動画が良かったら下のチャンネル登録とグッドボタンとコメントの方よろしくお願いします。